息子ユキヤとミツルはそれぞれに悩みを抱えて生きていた。どうにも前に進めなくなったユキヤはある場所で七瀬と知り合い、生きる意味を見出していく。やり直しの人生には不思議な雰囲気を持つサナエおばあちゃんがいた。このおばあちゃんの言動がユキヤやミツルの人生を大きく変化させていく。自分の内なる声を聞いて自分と向き合った時に見えてくるものは何か。劇団銀河が笑いと涙満載でお届けするハートフルストーリー、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。